1993年、悲願のワールドカップ出場を目指して J リーグが誕生。こいつがナンバーワンだと思う選手に挙げてもらいます。そうですね、やっぱ順天堂の七海くんとか。ナンバーワン七海じゃないですかね。ありがとう。攻撃になった時のゴール前とかの仕事っていうのは、その選手が持ってるイマジネーションとか、そういう独創性とか、そういうのでやっていくもんだと思ってたんで、ね、そういうところでもあまりリスクを犯さないっていうのがオフトのサッカーというか。
これから七海さんの目標はどういうことになるんでしょう。まだファーストステージ終わったばかりなんで、今日ゆっくり余韻に浸りながらまた明日から頑張りたいなと思います。
spero e penso di sì, perché anche domenica l'ho pensato, perché poi l'ho scelto per scendere in campo titolare in un ruolo abbastanza delicato contro una squadra che soprattutto in quel settore ci poteva creare anche dei problemi. Ma i sei sei hanno crescere i ければ i と思ってるんで、まあその段階を追っていく上での重要な90分だったと思うし、まあ優勝候補と言われているチームにね、いいゲームができたことは自分にとってもプラスになると思います。
まあ、相手はこの大会に、ね、すごい照準を合わせているし2002年のワールドカップの予選に向けても、ね、チーム作りを、ね、必死になってやっているチームだったので、まあ、そういった相手にこういうゲームができてとりあえずは初戦としてはいい出来だったと思います。今日負けたらもう帰国っていうね、そういう現実があったんで、まあ、とにかく勝ってあと2つやれる状況を作りたかったっていうみんなの意識が大きかったと思います。
ールドカップ最終予選とかね、そういう戦争のような、ね、戦いの試合になると、こういう試合ばかりだと思うんでね、まあ、いい経験になったと思います、ね、俺が弱音を吐いたらっていう気持ちがどっかにあったと思うし、人を生かして自分が光るっていう感じで、次の次を読んで他の人を生かすようなプレーができるんで、隣にいて勉強になりました。またヒデさんとまた違う良さっていうのもあると思うし、すごく僕とかシュンさんとかを気を使ってプレーをして、僕らのいいところを出そうっていうところを意識して、とにかくみんなを動かして、気持ちよくプレーさせてやれるようにしていこうと思ってたんで、そして左から山西クロス、見せるな、ロスタイムに入っていました、勝ち越しゴール決めました。